しあなたの近くで突然人が倒れたら、あなたはどうしますか？怖いですね。目の当たりにしたら多分怖いですね。いや、すごくびっくりして、多分慌てるだけで何もできないのかなっていうふうに思います。そんなふうに思ってしまうのも無理はありません。でも少しの救命の知識とこの AED、 そしてあなたの勇気でその命が救われるかもしれません。今回はいざという時の AED の使い方と、一つでも多くの命を守るための戸田市の取り組みをご紹介します。ここにもありました AED。 以前よりも多く街で見かけるようになりましたね。しかしこの AED、 一体どうやって使うんだろうという方も多いのではないでしょうか。 AED 自動体外式除細動器とは、突然心臓が痙攣を起こし心肺停止になった場合に電気ショックを与えて正常に戻す医療機器です。使用するのに資格などは必要ありません。音声ガイドと自動診断で誰でも簡単に使用できます。以前からの心筋梗塞の患者さんの治療を私はやっておりますけど、 AED が出る前は病院にたどり着く前にお亡くなりになる患者さんが多かったんですけど、 AED が使用できるようになってたどり着く患者さんが多くなったってことですね。それだけ大事なことなんです。で、2016年の消防庁の発表で、一般市民の方が目撃した心肺停止が約2万4000人いらっしゃって、で心肺停止に対して心臓マッサージをされたのが1万3000人ぐらい、その救命率っていうのは 16% です。その中でも AED を使用した1100人はですね、救命率が 54% で、全く何もしてなかった場合の救命率っていうのは 9.2% なんです。でいかに一般市民の方が早く心臓マッサージ AED を使うかで、助かる命は助かるっていうことで非常に大事なことだと思います。とはいえ、いざ使うとなるとやっぱり怖い。間違った使い方をしたら相手の状態が余計悪くなってしまうんじゃないかなど不安になりますよね。そこで戸田市消防本部にやってきました。今日はこちらで救命講習があります。私がしっかりと受講して皆さんにお伝えしていきます。普通救命講習は1から3まであります。今回私が受講する講習は普通救命講習2というコース。成人の心肺蘇生や止血法、 AED の使い方などを学ぶカリキュラムが組まれた講習です。わかりました。わかりますか？反応がありません。誰か来てください。はい、人が倒れています。どうしましたか？はい、人が倒れています。意識がありません。じゃあ、あなた119番通報をお願いします。意識がないことを伝えてください。はい、であなた近くにある AED を持ってきてください。わかりました。はいはい、意識なし、誰か来てください。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ちょっと冷静にやるのは難しいです。はい、あと胸骨圧迫が結構体力が使いますね。パッドを患者の胸に装着してください。ランプが点滅しているソケットに水分等ありません。パッドのコネクターを接続してください。密着よし。ショックを実行します。電直します。お願いします。周り安全です。電直します。ショックが完了しました。胸骨圧迫を再開します。ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。皆さん離れてください。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。周りを確認して離れてください。ショックが完了しました。はい、一時すぐに胸骨圧迫を再開してください。必要なら心臓マッサージと人工呼吸をしてください。はい、ガイドがちゃんとあるので落ち着いてさえればしっかりできると思います。
じゃあ今日の感想を一言お願いします。はい、はい、初めて受けたんですけれども実際会った時になったらちょっと躊躇してしまうかもしれないんですけども、その時勇気を持って助けていきたいなと思いました。日常生活でまた職場でこういう倒れてる人がいましたら、勇気を持って、今日できたことやれたことをやっていきたいと思いました。以上です。はい、おっしゃってた声をかけるといったことを、率先してやれるように、生かしていきたいと思います。講習が終わりました。そしてこれから効果測定ということで筆記試験と実技試験があります。試験は何年ぶりだろう。頑張ります。筆記試験は25問中3問間違えました。でもしっかりできました。お疲れ様でした。ありがとうございました。修了証をお渡しします。ありがとうございます。すごく立派な修了証ですね。見てください。いただきました。ありがとうございました。本日は講習ありがとうございました。お疲れ様でした。やる前はすごく不安だったんですけど、実際にやってみると行動としてはすごくシンプルですし分かりやすかったので、ちょっと一歩踏み出せる自信がついたかなと思いました。そうですね、心肺蘇生法や AED の使い方は誰でも分かりやすいものです。でも実際に人形を使ってやってみたり AED に触ってみることがいざという時に非常に重要です。心肺蘇生法は救急車が来るまでに一人でやるのはとても大変です。多くの方の協力でやるものなので、ぜひ消防署に救命講習を受けに来ていただければと思います。はい、他にもインターネットを利用してパソコンやタブレット、スマートフォンでも受講できるウェブ講習や、講習時間が取れない団体を対象とした救命入門コース、普通救命講習に加え、外傷の手当や傷病者の管理、搬送法などを学べる上級救命講習があります。また、施設や学校などに出向いて行う出前講習なども行っているほか、予防救急のガイドブックを発行するなど、戸田市は救命活動に積極的に取り組んでいます。さらに戸田市では平成29年7月からなんと戸田市内の24時間営業のコンビニエンスストア全店に AED を設置しました。戸田市では市内の救護体制をさらに強化するためにコンビニエンスストア5社と協力して24時間街角 AED ステーションとしてコンビニエンスストアに AED を設置しました。これは県内でも大変珍しい取り組みです。誰もが24時間必要な時に AED を使えるようにすることで市民の皆さんによる AED を使った救命の機会を増やし、救命率の向上を目指しています。コンビニという24時間営業しているメリットを生かした取り組みに参加できることを嬉しく思います。戸田市は一つでも多くの命を助けることができる環境を日々模索しながら作っています。しかしもしもの時、まず行動を起こせるのは周りに居合わせた市民の皆さんです。私も今日救命講習に参加して人の命を助ける勇気が身につきましたとは言い切れないんですが、もしもの時に勇気を持ってまずは声をかける、その大切さが身に染みて感じることができました。皆さんもぜひ救命講習に参加してみてください。今日はどうもありがとうございました。それではまた。次回は子育て支援包括センターをお送りします。お楽しみに。